さんこんにちは、ポッチです。ポッチコです。イエーイ、ハピライスチャンネルです。今日は私たちが記念日に泊まったヒルトンホテルのデラックステラススイート、そのお部屋のルームツアーをしていきたいと思います。はい、こちらです。どうぞどうぞどうぞ。お邪魔します。はい、まずここに変な絵が2つあります。はい、でここが、待ってね、ここ順番に行くからトイレだ。まあ、ここにフェイシャルソープ、洗顔のかわいい鏡、トイレ、絵です。はいはい。次、ここをもう初めて開ける、まあ、空ですね。嫌だよね、なんか入ってたらむしろ。去年のミラコスタではこちらにランプが収納されていたので、あの非常に開けないように必死でした。私開けれなかったので、はい、開けちゃダメって言われて。次が、来てください。はい、はい、何もなかった。何もないときはなんかあれなんだ。あ、ここ同時に行くよ、せーの。おー、かわいいコップです。なんかこのこれをね、なんか結構さっきの定番かレストランでもさ、そう、衛生面的にかぶせるらしいね。これは分かんないときそういう風にやめてもらっていい。次がここ、違う、冷蔵庫にスジャータ。何？分かんないですけど。で、イロハスが2つ。これがコーヒーメーカー。コーヒーメーカー。うちも欲しいんだけどさ、これは何の？ね、これ欲しいの？私。メーカーなの？でもさ、なんかあれだね、結構コーヒーばっかじゃない？紅茶もあるんじゃないの？あ、紅茶もあるのかな？あるある。うち紅茶とお茶大好きだから、後で飲みます、これは。おい、チョコみたい。チョコみたいだね、うん、でも美味しくないんで、これは美味しいです。はい、次がこちらに大きめのテレビと壺が2つ。それいるの？さっきからその 絵ですとか壺ですとか分からないです。あ、これサウンドもなんか結構どんどんするやつじゃん。サウンドとか言うのやめて。で、ここに中心になぜかこういう四角いソファーがありまして、で、ここにこのソファーなんだけど、これうち一人あるソファーとなんか似てるんじゃないって思うかもしれないけど、見て、これでっか。確かに、しかも思わない、全然似てんじゃないとか思わないんで、すいません、大丈夫です。え、このでっかさ、うちのやつその半分くらいですね。え、マジ、このクッションの4分の1くらいだよ、うちのクッション。うん、確かに。え、こんなサイズのクッションさ、ポチすっごいちっちゃい、なんかあれみたい、なんかアリエッティみたい。ちょっとなんか違うかと思った。なんかこの感じ、なんかソファーがもう大きいんだけど、あれっていうみたいな。そこまでではないけど、ね、外を眺めながらここで紅茶を飲むっていう、そういうひとときを楽しめるというか、ひとときを楽しむ、まあ、ここもそうかな、こっちを行きますね。なんか小人が動いてるみたいな。ここに座ってここがある感じです。ここで対談しよう、後で。あ、対談ね、うん、まあ、座るところがたくさんあるっていう印象ですね。印象ちょっと、え、大丈夫ですか、もう部屋の紹介この辺でいいですか、はい、それはいいんですか、それはいいんですか。これはなんかちょっとあれだよね、ロボット系。ふざけてんのかな。え、ちょっと嫌な、ふざけてんのかな。閉まってた方が迫力あったのかな、ちょっと見えてはいるんですけど。あー、ペン出るんだけど、お外があります。多分こう夜になったらマジでやばいと思う、景色が。おお、あ、めっちゃいい、めっちゃいい、出ます。え、めっちゃいいわこれ。え、おお、ここからの景色、ここからの景色です。ちょっと曇ってるのが本当に申し訳ないんですけど、もうここで、こうやってここに草むらに、いや、だからアリエッティっぽいね。こうやってやるともう自然を感じる妖精みたいになれるわけです。なるほどね、夜にいい感じですね。あ、だめだ、
雨なんだけど、ちょっと楽しみたいね。でも霧みたいな雨なんだよ。なんか降ってるっていう感じではないんだけど、でもちょっと濡れる。そんな感じ。これが一番この部屋の醍醐味ですね。これ楽しみだったの。こっちお風呂が、このジャグジーがお部屋にあることが。ね、可愛いなんか。続いて。はい、こんにちは。みちこさんです。はい。次のお部屋にご案内していきますね。はい。こちらです。どうぞ。ということで、オープン。こちらです。先ほどの景色の方が良かったかもしれないんですけど、いいね。いい？いい。こちらもすごい。お台場が一望できます、ね。こういうテラスもあるっていう感じ。こういうちょっとしたベランダかな。はい。でこちらです。デスクがございます。ここでお仕事もできるみたいな感じにはなってますね。こちら鏡がついてます。メイクもこちらにあります、ね。ああ、ドレッサーだね、はい。こういうのもあります。電気もつきますね。あ、なるほど。ここ触るとつく最初になっちゃいますけど。あ、違う、ここですかね。いいですかね、そろそろ行ってしまっても。はい、ベッドです。ベッドルームです。ということで、ちょっとじゃあ寝心地からいいですか。うん、硬さが大事なので、靴脱がせていただきますね。はい、衛生面的に行きます。え、何しようとしてんの。顔つけないでね。いい。ぐちゃぐちゃにしちゃった、ごめんね。ちょっと見っちゃう。ぐちゃぐちゃにされた。そんなにぐちゃぐちゃにもならない。なんかぐちゃぐちゃにされた。寝たのにぐちゃぐちゃにならないっていうのもいいところ。そこまで沈み込まない、いい硬さの、ベッドになってます。広さ的にもちょうどいいですね。あとここのこの感じ見てください。あ、これ欲しいやつだね。これ欲しいやつ、私家に、これすごいおしゃれ。これを開けたいしね。 あ、はい、あ、こちらですか。はい、たまって箱ですかね。あ、ぽいんだよね。動かないですね。ですね。壊さないように。何が入ってるの。何も入ってはないんですけど。飾りなんだ。壊さない、壊さない。ちょっとなんか引っ張れるよ。あ、違う。すっごい配線の宝庫だぞ。引っ張らないでください、ここは。そうですね。では、こちらさんのお気に入りですね、壺。ああ、やっぱあるね。はい、ありますね。テレビはここにもあります。大きなテレビはここにも。はい。あと、絵ですね。絵の紹介は、ね、必須みたいな感じで聞いたので。はい。絵です。絵です、はい。これ、一般家庭によく見るやつ。みんな持ってるやつ。こちら、クローゼットがまたございまして。いきますよ。はい。枕の予備ですね。ハンガーめっちゃあるんだけど。ハンガーがいっぱいあるの。あとこう、ああ、タンスみたいなあるね。パジャマ。パジャマです。こんな感じです。ここタオル類が収納されておりますね。はい。はい、あ、これバスローブですね。これ行きたいです。ああ、ここはベンチですか？ここはベンチです。あ、いいね。映えです。続きまして、はい、バスルームでございます。はい、はい、え、バスルームです。バスルームに住んでる方ですか。バスルームに住んでらっしゃる方、まあ、今日は、あ、なるほど、はいはい、じゃあ、はい、では、おい。早くして。おい。あ、ちょっとこちらに行ってください。はい、こちらがバスルームですね。はい。はい、シャワーがあります。オーケーヘッドですね、はい。私の顔と同じくらいの。ちょっと顔が大きいです。大きさのヘッドがついてます。で、ここがシャ、ですね。なんて言うんでしたっけ。バス。多分
ルでしょ。あ、バスタブ。バスありますね。で、まあ、ここに鏡もありますし、大きい鏡もありましたり、あとタオルはちゃんと整備してます。あと、こちらがアメニティでございます。はい、シャンプー、コンディショナー、ボディワッシュ、バディワッシュ、ね、乳液、化粧水、クレンジング、シャワーキャップ、コットンセット、レザー。レザーとは。くし、歯ブラシ、歯ブラシ。はい、ここにフェイシャルソープ、石鹸ですね、あります。蓋付きのコップですね。はい、ドライヤーがこのような形で置いたりしています。かわいいですね。かわいいですね。で、こちらがシャワールームになっております。どうぞ。入ります？あ、私が入りますか。まあ一般的なシャワーではないな、これなんか。これなんかあれじゃない？ね、ミスト。あ、さあ、これ私の顔よりも明らかに大きい。このヘッドからこう触ってくるんじゃないですか？出してみます、ちょっと。危ないよ。うわあ。頭からかぶるやつ。すごい、全部からくる。待って。目。トイレあった1個。あったよ。記憶。トイレ2個ある。こちら絵です。トイレの絵ですね。これ多分トイレットペーパーですよね。これ。トイレットペーパー。で、まあ、トイレです。トイレです。2個目ですか？2個目ですね。今日。知らなかったです。はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。です。こちらがシャワールームの、あ、ちょっと濡れてるんで気をつけてください。こんな感じで以上な感じなんですけど、はい、こんな感じで私たちの泊まってるホテルのルームツアーでした。ぜひ ね、はい、何ですか。こんないいホテルに泊まったのは初めてですね。そうですね。こういうスイートルームというものが初めてですね。うん、そうです。私も初めてです。はい。だからすごい今ワクワクしています。ね、これから夜景とか綺麗なんじゃないかなっていうふうに思います。はい、ぜひね、お台場で素敵なホテルを探してるよなんて方はね、ご参考にしていただけたらなって思います。はい、私たちのちょっとおとぼけルームツアーでございました。私は、まあ、ポッチのかな、ポッチがちょっとおとぼけすぎたかなって。いや、いいでしょ。いや、そんなことないです。はい。面白かったなって思った人は、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。そして私たちは SSS もやってます。Twitter、Instagram、アメブロ、TikTok、概要欄の方からぜひチェックしてみてください。バイバーイ。